えー、こんにちは今日の宿題はあのニュースです。でニュースで何のニュースかというとこの台風のニュースです。であの日本には時々台風が来ますけれど日本ではこの台風に番号をつけます。1番1号2号3号この「5」というあの言葉を使いますけれどで今来ている台風は台風14号です。 で今年14番目の台風という意味です。えー、であの台風ってまあ知ってると思いますけれど、台風は何かというと、実はこれ低気圧なんですよね。低気圧。あのとても強い低気圧です、台風は。であの低気圧とこの漢字を見るとですね、この木、空気ですね。空気の圧。圧ってのは圧力、プレッシャーのことですね。で空気のプレッシャーが低い。 低いところですねそれが台風あの低気圧ですその低気圧の強い低気圧が台風ですであの低気圧の反対は当然高気圧と言いましてこれ高い空気のプレッシャーが高いということですねで高気圧があるときは天気がいいですで低気圧があるとき天気が悪いですだから台風はこの低気圧強い低気圧ですから天気はとても悪いです 雨がたくさん降って、風が強くて、えー、あと、そうですね、その2つですね。で、えー、と,とても大変です。でね、あの台風は大体この、もっとずっと南ね、フィリピンとかそ,そっちの方でできます。で、海の上にあるとき、台風は強いです。だけど、台風が来て、この陸、海じゃないですね、ここね陸に上がると、台風は弱くなります。 だから、大体南から台風がこう来て、こう日本を通るんですけれど、もう東京とかこの辺に来るときね、もう台風は少し弱くなっています。まあ、それでも東京でも台風が来ると大変ですが、特にこの九州、それから沖縄、ここは台風が来るととても大変です。で、と今この台風14号でこの南にありまして、で、明日17日頃に、この沖縄とか九州を、 通通る通るかもしれないいいと言っていますはい、それで、えっと、そのニュースを後で、えっとで読んでもらいますけれどでそのニュースの中にね出てくるこの新しい言葉がちょっとありますのでこれをこの動画で説明しますはいまず最初に、ね、この「進む」という言葉ね「進む」「進みます」これは前に行くという意味です 前に行きます。進みます。同じです。で、逆に、後ろに行きます。これは、戻ります。戻ります。この進むの反対は、戻るですね。戻る。戻るは、後ろに行くということですね。はい、次。この危険な。危険な。これはね、えっ、ー、と危ないという意味です。危ない。危険な,な形容詞ですね。 危ないいい形容詞これ2つ大体同じ意味ですはい次この波波はねこの海に行くと海の海に行くとこういうのがあります風が吹くとかって水がこうなりますよねうう海ねででこれが波ですね波ですこう水がこう,こうなるとねこれが波ですであの波はねあの まあ、波は波なんですけど、あの、波っていろんな、あの、この同じ漢字をいろいろ使います使い、使うんですけれど、例えばこのね、電波という言葉ね、これは電気の波ですね。電気の波。例えば、携帯で話をしますよね。で、携帯はあの、コードがないじゃないですか。ケーブルつながってないですよね。で、なんで話ができるかというと、この電波で、あの、情報、インフォメーションを送っていますよね。はい、これ、電気の波、この空気の中を通りますけど、これ、電波といいます。 まあ、この電波はこのニュースで出てきませんけれどあの大切な、大切な言葉なので今紹介しておきます。はい、その次ね、この可能性がある。可能性があります。で、これはね、あのかもしれませんと同じ意味です。かもしれません。可能性があります。これは同じです。まあ、同じじゃないけど大体同じです。大体同じです。 はい。それ次ね、この溢れる、溢れます。これ、る、る動詞、るけ、あの、る動詞ですけれど、これはね、えっとね、ここに今、このお皿、ちょっとこれはお皿はなくてもいいんですけど、これね、この、このポットに今、水が入っています。ここにコップがありますね。で、コップにこれ水入れますよね、こうやって。これいっぱいですよね、いっぱい。で、もっと水入れると、どうなりますもっと水入れると、 ここれ溢れれれあましたこれが溢れるです水が溢れるであのこれ何かっていうと例えばこの台風が来るとよくね川川があふれるんですよね川ってこの漢字で書くとこの,この川ですねであのこれチェコでも時々ありますよねあの一番最近で大きかった2002年の夏に雨がたくさん降ってあの川があふれました でこれ結構大変ですよね。はい。これが溢れるです。これはちょっと。これ動か、あ、また溢れますね。こうやってやるとね。はい。で、最後、これ崩れる。これはねえ、ここにね、今こういう、見えるかなうん、多分大丈夫でしょう。で、これ今、積み木ですね。もうちょっと高い方がいいか。この下に箱、箱を置きましょうかね。 はい。これあの、今木がここに積んである、これ積み木というおもちゃですけど、これ今ね、ここに、この下の方のこの木一本取ります。そうするとどうなりますかねいいですかあ、崩れました。これが崩れるです。崩れる。で、えっ、ー、と、この台風が来ると何が崩れるかというと、あの、山。山が崩れるんですよ。で、これね、とても危ないです。危険です。 で、日本ではこれ最近、今ね、あの、最近台風が来るとよく川が溢れたり、山が崩れたりしますえ。だから注意をしてくださいという、そういうニュースですね。はい。じゃあ今日はね、これで新しい言葉、それから台風について簡単に説明しました。じゃあ今日の宿題は、えー、このニュースね、ニュースを送りますから、それを聞いてください。 はい。じゃあ、これで、この動画はこれで終わりです。どうも最後まで見てくれてありがとうございました。